激闘の末、井伊直虎の腕輪は守られた。織田軍と謎の少年ナタは即時撤退を敢行する。さらに風魔小太郎が反乱軍に朗報をもたらす。新たな腕輪が見つかったと。真田幸村と菅銀平らは意気揚々とその地へと向かう。だが彼らの前に予想だにしない敵が立ちはだかるのだった。あれはオリュンポスの兵。まさかついにゼウスたちが本格的に侵攻を始めたのか。その辺は偵察済みです。あれを率いているのはアテナって人でした。確かお知り合いですよね。ああ、ゼウスの娘。オリュンポスでも屈指の力を持つ女神だ。そして腕輪を盗んだ私を追っている。では新たな腕輪、そしてペルセウス殿をお守りするのが私たちの任務ということですね。それともう一つ、趙雲、漢光とかって人をはじめ劉備様のお仲間があっちについてるみたいっす。そんな、兄上たちと趙雲殿が敵？なんだと？優しき仁君よ、仲間に腕輪を譲り戦いを避けるか。いや、それはできぬ。事情は分からぬが、今の私がなすべきことは信長と話すこと、そしてゼウスから皆を守ること。そのためには力の源である腕輪が必要だ。ここで引くわけにはいかぬ。立派な覚悟だ。ではこの先へどうぞ。ペルセウス、もはや逃げ隠れはできぬ。父ゼウスを裏切った罪の重さ思い知るがいい。これだけの軍勢を率い待ち構えているとは、神の本気がうかがえるな。ペルセウス殿、ご安心を。共に力を合わせれば勝てぬ戦などありません。腕輪のあるかはアテナが守っている。守りかたそう。南北には諸君の将が陣取った。手薄な中央を進めば戦いは避けられそうだ。彼らとの戦いを避けると見越した罠かもしれない。つらいが中央は避けて進もう。本当に趙雲殿が敵に？この目で見てもまだ信じられない。それに兄上たちまで本当に戦わなきゃいけないのかも。やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですか？腕輪は私が何とかしよう。君たちが無理をして戦う必要はない。聞いてくれ。いえ、私も戦います。友を置いて逃げることなどできません。友、私が君、兄、金兵、観作、マイル、観作、お前まで。まずいにゃ。このままじゃ挟み撃ちにされちまいますぜ。ここは軍を二手に分けよう。我らは南から進軍するぞ。おお、観察、本当に戦っちゃっていいの？だってすごく辛そうだし。辛くないといえば嘘になる。だからこそ趙雲殿だけに背負わせるわけにはいかないんだ。観察、お
裏切り者のペルセウスを仕留める。邪魔をする敵は誰であろうと切れ。承知した。父、兄め、銀で皆が相手だろうと私は。カンサ君、お願いだ。訳があるなら話してくれ。半人の分際で神を裏切るとは。神の勝手に人を巻き込むわけにはいかない。先に腕をさせるか。見事な腕だな。いえ、あなたこそ素晴らしいものの筆いらっしゃる。超支流参る。参る。これは神の力。この力で皆を守りきる。いざ尋常に勝負。腕輪の力が目覚めたか。全軍ここへ集え。腕輪を奪い返すのだ。さすがです。あなたならばと思っておりました。ここは一旦引く。敵が皆雪村殿の元へ向かっている。このままでは雪村殿が危ない。拙者たちで食い止めねば。雪村様のもとへは行かせない。どうにか撃退したか。ええ、腕輪も獲得できました。ですが勝利を喜ぶ気にはなれません。趙雲たちには深刻な事情があるようです。どうにかできないだろうか。ちょっといい？頼みがあるんだけど。あれ？あんた、さっき敵にいた。お願い、観作たちを助けてあげて。無論、私もそうしたいと思っている。やはり、何か事情があるのだな。あのアテナって女神に、竜禅様が捕まってるの。だから、観作たちは仕方なく言うことを聞いてて、でもあんな悲しい顔を見てられない。なんと我が子が。だから私はこっちに来たんだ。観作を助けてあげたいから。わかった。今すぐは難しいかもしれぬが、私としても彼らと戦い続けるのは胸が痛む。必ず何かしら手を打とう。よかった。そのためなら私もこれから何でも協力するんで。ああ、頼りにしている。悲しいこともあったが、仲間が増え腕輪も得られたことは良好だったな。あの腕輪に宿る力は分身キュール、ルユ、そして策にも長けた雪村殿にはぴったりだな。いえ、私などですが、戦力を増やせたことは何よりです。これからもなお一層奮戦しましょう。私のかっこいいとこ見ててよね。最善の結果だな。オリュンポスの神による本格的な侵攻、ダッキとリョフの動き、そして信長の目的、解き明かすはずが謎は増えるばかりだ。この複雑に絡み合った糸を少しでもほぐすため、やはりまずは信長に真意を問いたい。
闘争を始めん。まさか素直に話してくださるはずもない。力のぶつかり合いになるのは致し方ありませんか。こちらもかなり仲間が増えたし、腕輪も二つある。挑むなら今って感じもするね。うん、これ以上時間をかけてあちらに二つ目の腕輪を確保されてもまずい。いざ信長の元へ。